リュウキ君の車かっこよくなっとるやん、はい、かっこいいやん、はい、どうしたこれ。エムスタダンパーです、はい、ねえリュウキ君、はい、ちょっと低いね結構。低いっすよ。低いね、かっこいいやん、かっこいいやん、つらいい感じやん。つらいい感じねえ、もうぴったりやん、いい感じ、はい、あれ、翔ちゃん車高上がったやん。ちょっとリュウキ君ちょっと運転のしてみてよ。俺がテストするわ、車高端テスト。ね、屋根引く。そう、リュウキ君の運転技術を見ようじゃないか。あ、ここ、そこね、穴ぼこあるからね。ね、ほら、吸ってる、吸ってる。ああ、ね、ゴリゴリいっとる。無理っすもん。じゃ、砂利はするよ。やばね、もう車じゃねえ。これ車じゃねえ。顔変えてる。おかしい車。おかしい車だって。おお。いいよ、じゃあそこ左曲がろうか。ね、すっとるって。なんだ、なんだ当たるんすか。すっとるって。まあ俺はね、もう欠点を見つけてしまったリアクなしに、もうすでに。するよ、ほら。本当だ。見えてないの段差君。いや段差ないっす。あーるって。そこ走っちゃかんのよ。そこ走るとするよ。こっち。ね、何やってんのマジで、やべえんだけどこの人。やばいんだけど。そのまま。目がレーザーみたいになるもん、子供と。ちょ、ねえ。ほら、ツールよ。ほら、ザンザン、ああ、だからそこまたぐから。ねえ、もう免許返納して。いいよ。ほら、だから、当たるは当たる、しょうがないよ。しょうがないんだけど、当たる確率低いとか知らなきゃ。ねえ。雨の降ると分かりやすいけど、ストライプしっかり水が溜まってるところってくぼんでるのよ、基本的に。だから分かるのするのが、くぼんでるところまたげゃいいんだって。踏むから車が沈むじゃん、この分。そう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 。いや、またいてますけどね、今。深いな、車になったな。車になったな、快適だったな。おかしいな。あ、でも乗り心地はいいね。乗り心地はいいっす。無駄に無駄に乗り、あ、この感じで行くとレイクがあそこ走れんな。まあ一回行ってみよう。いやいやだ、カメラあるし行ってみよう。だ、大丈夫、なんとかなるって。自分がそんくらい下げたいって写真送ってきたんじゃん。いやこの人こんなこと言ってるけどね、俺がやったわけじゃん、笑うから今この人ね、自分でやりたいって言ったんだよ、こうやって。そうって面白いね。面白くないですよ、ね、人の車だから楽しい。面白くないですよ。めっちゃもういいじゃん、安全運転の。ほらスピードさん、ほらなんでマンホール踏みに行ったの。ほらスリに、あーいかんね、スリに行っとる。ねね、スリに行っとる。あーなるほどね。じゃあそれやっちゃか、それやっちゃか。右の黄色い車線ギリギリで走ってきん。今踏んでる？踏んでないぐらい？そのぐらい。そう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 、その位置。ちょ、でもさ、こんなもんさ、普通の道だからね。そう、どこ？ほら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 、およよ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 よ。ね、壊れそう、マジで。こうやばいよ。左寄って、左寄って、そのままその辺。車しろるからね、リュウキ君。いや、無理ですもん、車高なんで。無理じゃないよ。後ろが引くないですか、これね。あ、もう、そっちの車間、そっちの車間寄っちゃかんって。ね、穴ぼこ見えてる。ね、じゃあ何もないよ。いや、で追ってっちゃう。ない、もうしょうがない、ここから危ねえからな。さあ、リュウキ君がどんな運転してくれるか。ここでこの辺やばいよ、この辺からやばいよ、うん、さあ、どう通る。
ちょいかいかよっちょかってよっちょかって見えるやんそこほら穴ぼこほら、うん、またかなんかこの辺もほらやばいよこういうとここういうとこほら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 ちゃんと忠告したからにはやばいよっていや忠告だって今判定させまで出てましたけどねやばいよって言われちゃった忠告したところで7冊、ね、って見えんくない見えのこれ慣れてくると見えてくるね慣れ慣れ君が今からガリガリにしたらハザードの方やなんかオイルパン今日割れる日だからいや割らないでください今日割れるよ割れませんこれね割れるよ今日やだっすじゃあ道割れるもんここだって悪いっすよやばいでしょこの辺やばいっすそうでもこの辺慣れとかんとさ高速なんかまずすらんで、まあそうっすすらなかったあいいね走る走りはちゃうんすよ走り違うちょっと楽しいね楽しんでるわ絶対するなのは絶対無理だからそうっすね する頻度は減らさんと車が壊れる2個なんだったらそうっすねダメになっちゃ う、ね、交差点落ちる人がいい交差点ってさほらそうっすねボコボコだから輪立ちがこうあるからダンダンダンになってする特に大通りでそうこんな体勢で乗っとるか見てこれみんなこれいや何この体勢こうやって飲みなさいこうやって初心者なんだからこうやって乗りなさいいやこうやってね翔ちゃん慣れるまでこうやって姿勢正してねそれでもするんだからこのぐらいめちゃしない感じこれでも多分するあんまり乗らんがいいそうですね左手結構面白いかなこれだったらいいな分かんないサイドサイドどうまだ大丈夫まだ大丈夫ルーキー君と何狩りするか勝負したらちょっといや無理っすよもう何狩り勝負何狩り勝負いいね多かった方の爽やか終わりいやでもね怖いよやっとシャンパターンとか乗ってると大丈夫だよ何をそんなザー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 やってたのいやだって道そんなのなんかないですかになってるのが盛り上がってるもんじゃん、はい、でこの水の方がくぼんでるから今日雨だから特に当たりやすいからさ、はい、そうとかして今盛り上がってるしかな、はい、真ん中あったらガガガガガって言うのなんかさ、はい、よくオールちゃんこうやって走ってる人は、はい、あれ下手くそなんでこれから言いますよあの皆さん見たことないですかこうやって走る人なんでそんな避けるの俺あれ下手くそだと思ってるだってそんなことしなくないまあそうですね、こうやってやると逆にさ、当たりにいっとるよ避けるならこうやってなんか緩やかにこうやって避けるしれーっと車線の中でスー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 って踏切は絶対躊躇しとかんよ止めた方が高つくで、ね、踏みちぎらんか踏み切りってほら踏み切るってことガーンって踏み切れば車じゃないもん、もう止めないこと第一にね
そうっすね。アクセル全開で止めると一番タッチ悪いな。はい。いや怖いですよ、ほら。ボコボコしてるね。でも、リュウキ君ほどガリガリしてないと思うよ。最小限にね。そう。踏み切り怖いんだけど、マジで。怖いんだけど、アームロックするね。アームロックしますよね。野球短縮したから。カメなりそう。なんなんだって。止まらなきゃカメならん。このぐらいはいい、これフラップあるから。ああ。やっぱ実況しかわかんない。ほら、これがまずいね。まずいね。おお。こうやっていけばいい。踏み切り躊躇しないよ、絶対。そうですね。止まった方がよっぽど立ち悪い。ね、ちょっと電車を止めたくないよね。俺はノーマルだと思ったのに余計真ん中に。俺はノーマルだと思ってじゃあだけどさ、はい、人乗せた時にさ、はい、こういう運転は、ね、しない方がいい。なんかかっこ悪い。かっこ悪くない。そうっすね。この先、踏切です。もうやばい。こっちさあさあさあ行ってみましょう。あーなんか書いてある。もう踏切いいってさあこれ当たるよね。当たります。踏切怖いね。怖いですね。ゆきくんの車庫探検って。すごい。これどっちかに寄ってたらいいよ。ですよ。うん。ど真ん中行くと当たりやすい。そのまま行くのちょっといいよ。そう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 。あそこでさ、チンタラしていくとカメになるってみんなビビって。そこやばいよ。やばい逃げてるマジで。ルーク前見てちょっとやばいってそうじゃ、そこもやばいよ。そこ穴ぼこだから。もう左怖いね、この人マジで。初心者もいいとこだわ、マジ。そう、あんま打ち前ちゃかんよ。で、これ右側に行ったでしょ、こっち寄りって話聞いてる人君、当たりに行ってるのよもう、やばいね。もう、そこあげようかな。何、逃げる。下げたもん、基本上げちゃいけないんだよ。なんでですかこれ K だったらまだ話変わってくる。乗りやすいもん。ちょっとあの K ってさ、車幅がないからさ、はい、振り幅が大きいの同じ道路の中で、はい、そう、これが車がでかくなるとさ、振り幅が減ってくるから、そう、難しくなってくる。下げすぎからあれよ、下げすぎも良くないってこと分かったでしょ。分かりました。何でも物事には限度があるんですよ、はい、そう、一定数の一部の頭、おたんちの人たちがバカみたいに下げるんだって。そうっす戻すっていうね。あ、後ろに乗ったわ、その人左のまっすぐ。ちょっと上手になって。怖いわ怖いわ面白くないね、翔ちゃん。スランからもっとガリガリ行ってほしいね。やだ、そのさっきガリガリ言いました右に、こっちの駐車入って、なんかガリガリ落としないと面白くない。じゃあこうやって乗っとるじゃん、で誰か乗せるじゃん、めっちゃガリガリやったるで、ね、なんであんな風に乗れとったのってなるよ。今なってますね。さっき行けたのに、なんであれって。そこ入れる。そうダメだ、ここから入るの。そんなズルしかないここむずいよ。ここはね、そこに穴ぼこあるからね。そこ、ここ俺いいですか。どうもできん。こっから突っ込んでるんですよ。少なからず俺ならこっち側から帰ってこない右前で、真下です真下ですじゃあ本当はリュウキ君、最初はね、あのソリオぐらいで練習しながら、このぐらいで。そう、ほら、あのぐらい乗らんか、最初。低くなかった。あれぐらいちゃんと乗れれば、うん、楽勝。まあ次会う頃には慣れてるでしょ。もう最初だからこんなもんよ。 あれ、でもか、タコちゃんという子がオイルパンを取ったね。待ってましたね。リュックも次なるから安心して。ならないです。フラグ回収して。フラグ回収しません。ザマーって言われるから。うぃー、ザマーお疲れーとか言われるから次はリュックの番です。嫌です。
はい、シャコタン教習でした。はい、ありがとうございます。